JR 東日本 E501 系電車 E501 系電車 E501 系電車は1995年平成7年に登場した東日本旅客鉄道 JR 東日本の交流直流量用通勤系電車である上磐線の輸送改善用として209系電車を基本に設計した車両で上磐線の交流電区間では初の4 扉車である。常磐線では、東京への通勤券が、鳥出駅からさらに、牛久、土浦方面に伸び、鳥出以北の利用者が増え続けてきたが、鳥出以北は、石岡市にある気象庁知事機観測所への観測障害を避けるために交流電となっており、当時快速電車で使用されていた4、扉ロングシートの103系は直流専用のため、使用できなかった。 直流電化区間を北に伸ばすことは前期した理由から不可能であり、既存の4 0 3系、4 1 5系は1982年、昭和57年以降にロングシート車である4 1 5系5 0 0番台や1500番台、ステンレス車を導入したものの、共に3、扉車であるため、混雑時の対応には限界があった。さらに、土浦市や牛久市の商工会議所や、 選出国会議員などが中心となった県南常磐線輸送力増強規制同盟会が常磐線快速電車の延伸という要望を当時の運輸省などに継続的に行っていた。これは沿線のイメージアップのために近郊系電車ではなく4扉の通勤系電車を投入してほしいという要望であった。これらの問題を総合的に解決するために 日本初の交流直流療養の通勤系電車として製造された。当初は415系電車の他に上の取り出間で運用されていた103系の置き換えも視野に入れて開発された。ラッシュ時は4、扉ロングシート車の収容力を活かしておおむね好評であったものの、本系列の本格投入を睨んだ1997年。 平成9年3月22日のダイヤ改正時に、日中の土浦井北から上野への直通列車が大幅に削減されたこと、全車ロングシートによる座席数が減少したこと、当初はトイレ設備がないなどで長距離での運用に不向きであったことから、1997年で製造が打ち切られた。基本設計は209系と同様であるが、使用線区の性格や、 交流直流療養のため装備する伝送品などの違いがある。車体は先頭部と台枠の一部を除いてステンレス鋼を使用した209系と同様の軽量ステンレス構造を採用する。相違点としては強度確保及び高直流油化した機器偽装スペースの観点から外板圧を 1.2mm から 1.5mm に台車間距離を1 3 300mm から13、800mm に延長した点である。先頭車後くらいの連結機は E217 軽電車と同様の衝撃吸収タイプを用いる。客室部の側窓は209計画区分と同様、車端部を除き固定窓を用いた。後年に窓を開閉可能にする改造工事が施行された。客用扉は片側4箇所に、 両開き式引き戸を設け、片側一箇所を残して締め切ることが可能な3、4扉閉スイッチを装備する。1995年製の編成は営業開始後に後付け改造したが、1997年製の編成は落成時から装備している。直流区間と交流区間を隔てるデッドセクションでの主回路の切り替えは ATS ピーチ上司により、 自動で行われる。手動切り替えも可能である。基本的に電動車2両に主要機器を分散搭載する M1、M2 ユニットを採用し、M1 車、モハイ E501 系には、主変圧機、主変換装置、終電装置といった、主回路機器を M2 車、モハイ E500 系には、主変換装置、補助電源装置といった、補機類を搭載するが、 床下機器スペースの都合上で空気や縮気はユニット上り側の付随車、区配 E500 系、サハイ E500 系に搭載される。落成時はドイツシーメンス製 G とサイリスタ組織による CI3 周変換装置を採用していた。JR の電車では唯一の採用例で発車、停車時のジレノンは音階を奏でるような独特なものであった。また、停車時にも 音階を奏でるようなジレノンを出す車両は、国内ではこの車両のみであった。なお、信頼性の問題から、5両の付属編成は2007年に、10両の基本編成は2012年に、VVVF インバータ層を、東芝製、イベット素子のものに交換した。本系列の軌道加速度は、時速 2.0km、S である。主電動機は、 カゴ形参照誘導電動機を用い、出力は209系の9 5ットから1 2 0ットに向上した。これは交流関連機器の搭載による自長像に対応するためである。最高速度時速1 2 0トルを達成するため、歯車比は E217 系と同じく16、97、1、6.06である。補給用の電源として、 五両給電が可能な、静止系インバータ、SC45、定格容量219は、AC440V を五両あたり1機、搭載する。補助電源装置の電源は、主変圧器の三島巻き線とすることが多いが、本形式の場合は、主変換装置のコンバータ出力を電源としている。空気圧縮機は209系と同様のものである。 メガヘルツ 3096C1600S 作流式を採用する。吐き出し容量は 1600L、min である。パンタグラフは、必死型の PS29 であったが、2014年、平成26年12月から2015年、平成27年1月にかけて、すべての付属編成が、シングルアーム型の PS37A に交換されており、 基本編成も2015年2月より交換工事が進められ、基本、付属編成の交換が完了した。軸両式の軸箱指示機構を持つボルスタレス台車で、枕バネに空気バネを用いた JR 東日本、一般系電車の標準的な仕様である。209K で採用された DT61TR246 をベースに、自長の増加による車軸の変更。 歯車比の変更による駆動装置の変更。電動台車のみが施された DT61C 電動台車及び TR246D 付随台車を装着する。溶断波は準備工事のみとしている。内装は2 0 9系と変わらないが座席表地の配色が異なり、一般席は常盤線のラインカラーである中距離電車の青色を座面部分に 快速電車の緑色を背もたれ部分にそれぞれ採用している。また、川崎重工業製の編成では、車端部の座席脇にドア部分にある仕切りと同様のくぼみがある。すり革も209系と同一のものであるが、1997年製の編成以降は若干丸みを帯びた形状に変更された。優先席付近は、 E233 系電車の道付近のものに順ずる。車内照明は直流電源による。レッドセクション通過時には自動的に蓄電池供給に切り替わるため、基本的に消灯しない、高直流切り替えが手動で行われる場合は、この限りではない。また、電源切り替え時は、ドア上の電光掲示板が消灯する。前編成と元入れは設置されていなかったが、 2007年3月ダイヤ改正での運用区間変更に伴い2006年10月から2007年2月にかけて基本編成の1.10号車及び付属編成の1号車にバリアフリータイトイレが設置された2003年平成15年10月より車内自動放送が導入され2007年3月までに E531 系に準じる放送に 変更されるなど数度の更新が行われている。ただし E231 系や E531 系と異なり出口案内、お出口は左、右側ですの放送はない。1995年に基本重量編成と付属5両編成各1本が1997年に基本重量編成と付属5両編成各3本の 計60両がそれぞれ川崎重工業で重量編成が3本と5両編成が3本、東急車両製造で重量編成が1本と5両編成が1本、製造され、かつた電車区、当時に配置された。1995年12月1日から、常磐線の上の土浦間で営業運転を開始し、普通列車、鳥出上の間は、快速のみに使用された。 日中の運用は重量編での運転だった。上野土浦間の行き先表示器には2006年、平成18年3月17日まで運転されていた通勤快速の表示は用意されていたが2005年、平成17年7月9日から運転を開始した特別快速は e 5 3 1系限定運用されたこともあり用意されなかった。また、 快速の表示も用意していたが、定期列車としては、取出以南の快速運転区間でも通常は、終着駅名を表示していた。また、土浦以北の駅名は、神立、友部、水戸、勝田の表示が用意されていた。車内の停車駅案内図は、上の土浦間の普通列車の停車駅と、取手から、北、千住間の各駅停車の駅を掲示していた。この当時は、普通と、 各駅停車が並んで掲載されるものだった。2004年、平成16年10月16日以降は、取り出南難で、快速と案内されることになったため、土浦取出間普通取手上野間快速としたものに取り替えられた。朝ラッシュの最混雑時間帯である、土浦駅発上り6の7時台の列車には、2005年7月9日のダイヤ改正から運用を開始した。 同じ4、扉車である E531 系とともに、ほぼ集中的に投入され、取出駅からの E231 系とともに、乗車位置の統一や収容力向上、及び列車遅延の防止が図られた。重量プラス5両の分割編成であるが、着席サービスの向上を図るため、本系列の運用列車は、検査時の415系。 E531 系によるダイソーも含め、営業運転開始当時を除き、後のダイヤ改正以降終日15両編成で運転されていた。ただし、検査などで、勝田車両センターに改装される際は、土浦、勝玉の校内有効長の関係から、10両編成と5両編成に分割して改装されていた。予備編成がないため、鳥出駅北で、 時速 120km 運転可能な本系列の限定運用と4 0 3系、4 1 5系で代走可能な運用とに分けられていた。実際に検査や整備などで4 0 3系、4 1 5系が代走する際は交流区間の各駅では代走期間と該当する時刻の4、扉車が3、扉車に変更される旨が表示されていた。同じ4、扉車で 時速 130km 運転が可能な E531 系が2005年に登場したことや、転用対応の改造工事開始に伴い、E531 系によるダイソーの機械が増加し、本系列は2007年2月21日を最後に、常磐線土浦雷南での低運用を終了した。ただし、工述の改造後で2007年3月、 改正前日である2007年3月17日に移り変わり運用で重量編成が上野駅まで乗り入れている。2007年、平成19年3月18日のダイヤ改正後、上野駅発着の常磐線中距離列車、土浦方面発着の普通列車、特別快速は全列車が2階建てグリーン車を2両、連結した E531 系電車で運行されるようになった。 それに伴い、この時点で本系列の運用区間は以下のように変更された。基本編成と付属編成は別運用となった。車内の停車駅案内図は E531 系と同じものに交換された。実際には改正に先立つ2月27日から K-752 編成が水戸線及び常磐線、友部勝田間で営業運転を開始した。 行き先表示器は、従来前面が黒字白文字、側面が白字黒文字の幕式のものであったが、運用区間の変更に伴い青字白文字の幕に交換された。また、同時に、車内自動放送は、ほぼ E531 系に準じたものに変更された。ただし出口の案内は追加されておらず、乗り換え案内のみのままであるほか、後に、車内 LED の表示変更などの更新。 駅接近の間もなくの表示や運行障害情報の表示が実施されている。2016年3月26日のダイヤ改正において、付属編成5両の運用が見直され、付属編成に関しては、水戸線小山友部、勝玉のみの運用となったが、2017年10月14日のダイヤ改正で、朝の1往復のみ、水戸岩機関での運用が復活した。 その後、2018年になって、水戸線内で本系列の故障が頻発したことにより、9月5日から、水戸線での運用を、すべて E531 系に変更し、本系列は、水戸駅北での常磐線の E531 系、付属編成の運用を代用するようになった。これにより、新たに、草野駅と三岡駅間での営業運転を開始した。 最終的にはこのまま2019年3月16日のダイヤ改正改正で水戸線での運用から正式に撤退する予定となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。